い服、かっこいい服、いっぱいあったにゃ。そうかな。嬉しいにゃ。ありがとう。次にあなたとお出かけするときはこれ着てくるね。やったー。次はいつ？にゃ、お腹すいたにゃ。ラーメン。ないの？そんなラーメン屋さんのない地域があるなんて信じられない。こんなことあってはならないにゃ。ラーメン以外？甘いもの大好きにゃ。この前小鳥ちゃんが差し入れでチーズケーキ持ってきてくれたんだ。スフレチーズケーキっていうふわふわのやつ、美味しかったにゃ。その前はほのかちゃんがいちご大福持ってきてくれたんだよ。ニコちゃんもいつもいろんなお菓子を持っててよく分けてくれるの。マキちゃんやエリちゃんがおしゃれなお菓子を持ってきてくれた時はいつもみんなで取り合いになっちゃうんだ。前にね、チョコレートをにょ。うん、みんなのこと大好き。みんなとの思い出がいっぱいある甘いものも大好きにゃ。うん、これであなたとの思い出も増えるにゃ。ますます甘いもの好きになっちゃう。ラーメンは何があっても凛の一番にゃ。そうだ、次にお出かけするときは凛の大好きなお店に行こう。ずっと通ってる中華料理屋さんがあるんだ。うん、甘いものもラーメンもどっちも楽しみにゃ。